そういう試合したことはね、結構あるんですけど。あるよね。やっぱプライベートで全く絡みがなさすぎて。でもね、僕もないっすもん。いやでも、ほんとね。いやだって LINE 知ってるじゃないですか。知ってる。って話できるじゃないですか。ねえねえ、飯も食いたことあるんですよ。いやじゃあ、もうすごいっすよ。マンツーで。うん。でね、俺は、いつもひさちゃんの話をするときに、こういう人だっていう、あの、ストーリーがあるんですよ。はい。あのね、ひさちゃんと、飯を食いに行こう。はい。まあまあまあ、ある仕事の後には、まあ、飯食い、まあ、どうする飯食、でも行くかみたいな。うん、ああ、じゃあ行きましょうってなって。あそこの前から行こうっつって、その店までこうやって、現場を出て歩いてたんですね、こっち。要はガセさんがひさそうになって、はい、俺だと思うけど。こうやって歩いてるんですよね。はい、歩いて。でね、ひさちゃんって、はい、距離感がめっちゃ近いんですよ。人とのパーソナルスペースがめっちゃ近くて。揃ってくるやつ。ね。あのね、抹茶もそう。あ、抹茶もそうなんだ、はい。そういう人っているんですよ。本当に距離がめっちゃ近い。あ、サルカも近い。そう。サルカ喋るときこんぐらい近い。そう。本当、そういう人っていません？めっちゃ近い。こうやって喋る人いるんですよ。で、それって多分、人によ、本当によるんですよ。で、ヒサちゃんってマジで近いなっていつも思ってたんですよ。で、嫌じゃないんですよ、別に。うん、で、サルカも近いし、多分そういう人って何人かいて、ヒサちゃんって近いよなーって思ってて、そんなある日飯食い行くか、つって。歩いてたんですね、二人で、うん。で、その店まで直進なんですよ、もう。ただ、ま、一本道を歩いてたら、ヒサちゃんが、だんだん近づいてくるんですよ、こっちに。そうそうそう。で、こういうことそうそう。いや、要は、歩いてて、あの、要は、急にバーンとね、そう、歩いてるうちに、だん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 ヒサちゃんが近づいてくるんですよ。そうそうそう。で、いつか、ここはぶつかるじゃないですか、うん。そういうことって過去にもあったんですよ。あ、ヒサちゃんってやっぱ時々近くなるなーっていうのは過去にもあったんです。その時はマジで二人だったんで、そのままこうやって、あ、またぶつかったみたいになったんですね。あ、やっぱヒサちゃんって結構、なんか、知らないうちに寄ってくるんだなと思ったんですよ、うん。で、さらに歩いてて、ガシ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 肩がぶつかってたら、いつの間にか逆になっちゃうんですよ。これがマジで俺の中のめちゃくちゃ面白い。もう、で、これだん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 、ね、ああ、またぶつかったと思って、このまま歩いてたら、俺たち入れ替わった。さっきこっちが、こっち側に行ってる。俺で、こっち側に行ってる。でも、でもね、うん、俺の歩いてるところは、同じ。俺、それが、めっちゃ面白い。ずっと俺はずっと、要は速度と、さすがにそれは持ったんじゃないですか、冷やしさん。さすがにそれは俺はちょっと待ってくださいそんなことないっすね俺は速度との距離は平行 なのにサちゃんが寄ってきて気づいたら右に行ったか側に行ってるってことでしょだってさっきまで左に行った気づいたら右にいて入るときに店に入るときに俺がバシッと真ん中だったんださんアーカイブ残りますよでもね、それで、ね、マジな俺は言えなかったけど近いんじゃないだって通り過ぎてるからいや、ほんとだから何回も近いなと思ったらでも近いな、近いなと思ったらもう通り過ぎてる俺、あー、そうなんですよねマジっすかみたいな逆見てる俺さっきもね、こっちこういうこと話してたら、こっちの人、しかも同じ人だよ。で、俺ずっと話したから見てんの。気づいてないですもんね、あっちまで。本人が気づいてない。で、久藤さん案件だったり、うん、久藤さんの案件で、日吉ちょっとやってくれっていう仕事だったから、まあ多分それにね、彼もね、いわゆる、申し訳ないな、ありがとうっていうお礼の気持ちで食事を送ってくれたんだけど、こっちにいた人が、こっちにいて、俺誰と話してるか分かんないのよ、もう。わー、笑ったよ、マジで。でも、しゆさんが、お互い気づかないとこうなってくるんですよね、歩いてく。そう。あ、うん、ああ、そう、そうかもしれない。極端に言うとね、ああ、それは、離れてる可能性ある。ある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 。ひよしさんはこう言ってるから、こう言って。だから、でもこう言ったらまたこう来るんですよ。こう言ってるはこう来るわけだよね。でもう一回行けるかもしれない。距離が長い。そうそうそう。だから、ひさちゃんがあのね、要はツインビーぐらい跳ね返ってきたから、モデルぐらいの可能性ある。でもね、俺ね、左の人が右に
いた人生ないから、しかもね、あのね、いや、じゃあ分かると思うけどさ、あの、スタジオから、あのさ、あるじゃん。昔あったとんかつ屋さん、なくなっちゃった。あった、はいはい。あそこのとんかつ屋に行く、まあ、500メートルもないぐらいの距離で、うん、俺、二人で歩いてる人が、左から右に来た経験なんか、ないよ。笑ったよ、俺も。いや、すごい。それは、もう仮に、まあちょっと持ってたとしても仮にね持ってたとしても多分少しはなんかあったはずだから近いものが確かに交わってなくても交わりそうになって戻ってもなんかこういうなんかはあったんだろうなっていうのはわかるんですけどだってこうさ二人歩いてたらこうなってることはないでしょじゃあしかもこうじゃないのよ、うん、こうなの俺は違う俺とひさちゃんがこうやって斜め45度ぐらいで歩いてたら、うん、それはいつかは重なるじゃんでも俺はゼロじゃんこう言ってるのにやつが勝手に、やつがこう言って、こう言ってるわけね。やつが勝手に俺を超えて、こっちからこっちで、もうね、とんかつ屋がもう少し向こうだったら、俺違う店入ってたよ。俺がとんかつ屋で、ちさちゃんが中華入ってたよ。あれが、あの距離でよかったよ。もう200メートル向こうだったら、違う店で飯食ってた可能性ある。それは、なんとかゴールしたけどね。あれはね、ギリギリあのトンカツ屋だったから、二人がすれ違ってギリギリトンカツ屋でゴールしたけど。ゴールしたんで、二人ね。もっと向こうの店。向こうの店から。じゃあ二人こうやって違う店に入ってたかもしれない。俺がロースカツ食って、スタッフの天津飯食ってたよ。危なかった、マジで。ギリギリのライン。マジかさすがに持ったっしょ。若干盛りましたね。じゃあ持ってるよね、これはね。でもさ、面白いでしょ。これがね、あの人のね、アンナスね、一番面白いですよ。いや、俺はね、だってさ、うん、人と歩いてさ、ぶつかんないじゃん、こんな。いや、ぶつかんない。もうね、ぶつかりすぎるね。で、ぶつかって、ぶつかるから、うん、俺ちょっと引くの。引いたら、俺の前で、ひさちゃん、だからな、今日のあの時な、とか言いながら、だんだん右にずれてくる。で、ここに行くわけ。おもろい。だから、今度呼ぶでしょ。いや、ここでスタートするじゃん。はい、気づいたら、ひさちゃん、そこにいる。そこにいるの俺は動いてないのに。真ん中に、俺はここにいるのに、ひささんが何ここにいるのに、こっちにいるってことそこに。で、カメラだけこっちに動くの二人が入れ替わるんじゃなくて、ガス参考にいるのに、ひさちゃんが、もうだからさ、とか言って、この枝豆うめえなとか言ってさ。本当すごい。それはない、それはない。マジか。枝豆好きだな、そういえば。枝豆そこ置いといてみ。もうやばい。餌に釣られていっちゃうけど。俺の手にはね、ハマる可能性がありますね。持て余すから。持て余す。マジで。おもろいですよ、本当におもろい。まあ、酔ってないじゃないですか、まだ。はい。僕はやってないです。俺、まじ、やめてくださいよ。はい。まだいける。全然、はい。まあまあみんなが多分我々のことを酔ってると思ってるんですよ。ああ、酒飲んだことないんだね、みんなね。うん。